で、あとは、眠くなったりなんかします。寝ちゃうと、せっかくの時間がですね、台無しになってしまうので、寝ちゃわずにですね、眠そうになったら深呼吸をすると。それから、あとは筋肉にちょっと力を入れるというふうにすると眠気から覚めます。これとですね、雑念が浮かんできます。雑念が浮かんできたら、このさっきのですね、2つ目のエネルギーのセンターでですね、下側の周りにエネルギーの波が広がるというようなイメージをしていただくんですけども、そのエネルギーの波の上に乗せてしまうと、雑念を泡のような感じにしてですね、それをポッと乗せてあげると、その波がですね、雑念のところに運んでってくると。ですから、雑念が頭の中に浮かんできたら、早くセミナー終わんないかなとかっていう雑念が浮かんできたらですね、ポッとそれを乗せてですね、遠くのに流したいと。早く今日は帰って、パソコンで何かしたいなとか、そういうのが浮かんできたらさっと乗っけてですね、さーっと流してたりと。で、何しようかなとかって思っちゃったりなんかすると、そっちの方向に行っちゃってですね、その雑念が消えた時にコッと寝ちゃいますんでですね、雑念はその波のように乗せて流すという、こういったことを教えてもらってればね、よかったんですけどね。流すと、絶対頭の中で展開させないと。なんかいろんなアイデアが浮かんでくるんですけども、そういったものも乗っけてしまって流すと、すべて流す。で、あとは私が言ってることをしっかりとイメージすると、積極的にイメージをしていくというふうな感じですね。で、私がとってもいい気分だって言ったら、いい気分になってまいですね、いい気分だって思うといい気分になりますのでですね、そんな感じで終わって。